はい、上位太郎です。あのね、びっくりするよ、ね、<laughs> あの、あの和風、和食屋さんみたいな、あの、商業ビルにたまたま入ってご飯前通った時すごい行列ができたってのはなんだこれは。そんなすごいのかと思ってね。あの、行ったら、まあ平日だったんでガラガラだったんで、一組しかいないから、もう入ってたんです。そう、ね。あの、こう、パッと入った時に、 え、ご飯の代わりとか、味噌汁とか、お茶とかっていうのは自分でやるっていうのが分かったから、あんまりそこから遠くない方がいいなと思って。そ反セルフなんですね。あそういう仕組みかと思って近くにこう、座る。で、まあ注文して、ね、まあ別にその内容はどうでもいいんですわ。うん。まあ、可もなく不可もないという状態で。そしたら、その後に、どういうことか私が入ったりすると、その後いっぱいお客さん来たりする現象があるんで。 全然関係ないところに駐車場を止めておくとそこの周りに車が止められるとか、ガラガラのところに行って、行くと客が入ってくるとか、なんかならあの、なんか、た、頼んでると後ろに行列ができるとか、そういうことがよくあるんで、そしたら、あの、三人組のパッと見たら親子、親子三代だな。私と同じぐらいの母親、なんかちょっと、不思議な、痩せ型なんだけど、なんかちょっと、あの、 私はみたいな、醸し出していく。その横に、右に、息子ですわ、30代ぐらいの。ね、坊主頭で、蛍光色の、緑の蛍光色の、ピッチピチの、お腹ポコテッと出た、T シャツで、なんか変な、時代遅れのジーパンみたいなので、サンダルで、その横に、多分、70代ぐらいのおばあさんを従えて、クラー入ってきて、<laughs> 私の方に私の横の方に、 来るんです。うわ、すげえなと。だから、どう見ても親子で、母親、息子でおばあさんですね。親子3代ですよ、これ。ね。うん、すげえ。ね。まだ、あの、息子絶対ニートなんだろうなとう。母親の、ど、の金かばあさんの金で飯食いに来たんだろうなと思って見てた。で、は、母親、息子が来て私のところに来て、私が座ってる側は、その奥のところの4人掛けなんだけど、 その奥側は全部つながってるってわかりますよね。ファミレースとかでよくあるタイプの。はい。で、そこの横に座ろうとして、もう来たら、あの、その親子は、あって言って、もっと奥に広いとこがあったんで、そっちに向かってたんですよ。でも、横にいるおばさん、おばあさんは、もうそこに座るもんだと思ってるから。もう、厳しを返した息子と母親、だからまあ娘と孫でしたね。おばあさんが。 娘と孫がピッと向こうに行っちゃって、おばあさんはもうその、勢いで私の横に座るしかない。<laughs> ああって、もう、もう分かってんですよ。ああって言いながらどっこいしょっと座っちゃってるんですよ。もう笑えて、その座った様子ももうその娘も、ま、孫も知らないで、もう、とっととと行っちゃうわけだよ。で、おばあさん、ああって言いながら、座ったのをもう一回立って向こうに。すげえな、これ。これ、すげえな。 すげえ俺持ってるな、面白いな、と思って。なんか向こうでもうワイワイ言いながら、注文してるわけですよ。ね。でも俺これ最後まで見ていこうと思って、もうちょっと見てられないなと思い、思ってたら、この母親がですよ。こう、お茶を汲みに行ったわけですよ。お茶を汲みに行っあの、熱いお茶ですよ。ね。あの、私はそこにご飯と味噌汁、冷たい水、冷たいお茶、あの、よくラーメン屋さんで入ってるような氷が入ってるやつあるじゃん。 と、ポットがあるのは頭の中で認知してたわけですよ。だから、そのお、お母さんは母親、私と同年代の母親はお茶が入れたかったんですよ。ね。そこで、この、お茶を入れようとした時に、あーって言ったら店員が、最初、この店員の話しうかな。この店員が面白いね。ね。店員が、40代ぐらいの店員で、もう、喋り方がね、ちょっとまっいらっしゃいませ。 ようこそいらっしゃいました。はい、注文はどうですかどうのこうのって。こういうなんか、一見、綺麗な日本語で丁寧だけど、心がこもってないやつ。で、目が笑ってない。<laughs> ね。なんとも思ってない。全然、すごい言葉は優しくて、一見すごく優しそうって言うけど、全く優しいやつじゃない。もう、時間が来たら時間だけ。もう余計なことはしたくない。はい、どうも、これは伝票置いておきます。はい、これ何々っていう。よくいるよね。いる。 ね、そいつなんですよ。ああ、もう、もう、あの、あの言葉だけを聞くだけでもう虫づが走るっていうか、もう、よどみなく噛むこともない適切に言ってるんだけど、心が全くこもってない欲用。ね。で、そのおばあさんが、おばさんが母親がお茶をいけようとして、これどうやってやるのって言ったら、はい、ロックボタンを解除してから入れてください。ピッて言っちゃうの。いや、やってやりゃいいじゃん。やってやりゃいいの。 やってやれん、いいの。だけど本人は次の配膳をするのか持っていくのか、もうそこでここですよ。親切な人あ、これですよって。ここピッここですよって。熱いですからね、気をつけてくださいと。もうそこでパッと喋って、ロックボタンを解除していってください。でも、絶対これできねえなって。もうその瞬間でわかるんですよ、私は。いいですか何を言ってるかって言ったら、もうやり方がわからないから聞いてるんですよ。そのロック解除ボタンのロック解除ができれば、そんなこと言ってないんですよ。 おおよそ自分のところの家である使ってるポットと全く違うので、分からないから、やり方が分からないから聞いてるんですよ。それをそのまま言っちゃう。だから、ここ、この瞬間のことが理解できないこの店員は。もう絶対困るぞ、と <laughs> 思ってたら、案の定できないです。案の定ずっとなんか違うことをしてるんですよ。面白いから見てても。じゃあ、その、もうイケイケのババアなんで、<laughs> すいませんすいませんその店員は分かってるんだけど、 自分、この人は自分のやってることが終わってからじゃないと動かないですよ。並べるもんだけなんか並べて。で、こちらです。このロック解除ボタンを押したら出ます。とか言ってえこれこれどうやってやるのどうやってこうです。あ、こうできたんだ。なんだ、そこは喧嘩にならないんだ。とで、ジャーって出して。で、私の前にとって、ね、行くんですよ。そしたら今度、それを持って息子はやらないんですね。息子が今度、 あの、冷たいお茶、持ってくるも、冷たいお茶、も、冷たいお茶,をいお茶を持ったら、母親が、冷たいお茶はないよあるんだよあるんだいや、だって俺、い用茶いや、あるよって。<laughs> お母さん何見てるんだろうお母さん何見てるんだあるよって言ったら、つかつか行って、その、蛍光塗料の、蛍光の緑の、なんか、グリーンバックみたいな T シャツ着た兄ちゃんが、 絶対ニートみたいな、絶対仕事やってないぞっていう雰囲気がもう全身から出てる。もう、あの、あんまり使いたくないけど、こういうことは。もう、あの、同定集。<laughs> 絶対にも何年も女性と触れたことがないぞと、この母親とおばあさん以外はっていうのを全身からオーラが出てるんですよ、もう。全てが。あの、何かす、女性に好かれない雰囲気の全てを持っている。あの、 坊主頭が悪いわけじゃないです。メガネが悪いわけじゃないです。そのピチピチの T シャツと色が悪いわけじゃ、ジーパンが悪いわけでもなく、体型が悪いわけでもなく、全部合算すると絶対モテません。何があっても女性が好まない全ての要素を兼ね備えてるんですよ。<laughs> もう黄金比がこう成り立ってるんですよ。全てが。すげえなと。ね <laughs> ちょうどあ、あって、水、お茶入るんじゃないですか。で、それをダミダミとついで、バーンとこう、母親の、あったうん。ね。そこで、おばあさんが横で、うん,う,んうん、うん、うん、うん。よくやった、よくやった、みたいな顔してるんですよ。<laughs> すげえもん、みたいな、俺はこれ。これ絶対喋りたい。で、母親、うーん、っていうような顔して、クーっていうような顔して、あの、なんか、料理が来て食べて、仲良く。幸せ親子ですわ、これ。 ね。いいんですよ、それで。彼ら、彼女らは。いや、別にそんな安いとこじゃないんで、お金はあるんでしょうね。うん。で、私はそのまま、もうこれ最後まで見届けず、もうあまりにも辛いんで、いろいろなこと考えると。この、この、母親とこのおばあさんはいいですわ。この息子の将来がもう見えてしまって、ね。いや、やばいやばい。うん。やばいと思って、もう、なんかもう、うん。 まあい、いろいろ想像してあげる。これやと思って、もう、伝票取って行って、レジのところに並ぶわけですよ。そう、この、あの、丁寧なね、心のない店員。まず、厨房の中の人が私に気がつくんですよ。で、ありがとうございましたとか言って、そっからどうだろう。30秒、1分回って。その、店員は、あの、ホールで、こう、はい、あの、あの、配中か、ねは、やって対応してるんですよ。 それ分かってたから戻ってからやらないんだけど、もうそこに耐えられないから一体。そしたらこいつ、どうしたかと思います。私がそのレジ前に立ってるんですよ。そしたら一回調理場の方に戻って、ね。並べるものを並べて、こう、次の出すものを、並べてから私の方に来るんですよ。お待たせしました。だから、違うやん。先に、そこは別にそこじゃなくてもいいじゃん。私のところレジ先に行ってからやったところで何ら変わらないんですよ。でも自分の頭の中にはそれこうなんですよ。 動線が、もうそういう風なんですよ。そこ行って何かやってから私なんですよ。だ客のこと向いてないんですよ。バカだな、こいつ、と思って、そこでレジやって、あの、カードで、そこのやつが新しいタッチ決済になったら分かってるんですよ。あの、カードを渡して、バカ丁寧に、はい、あの、タッチ決済可能なカードですね。こちらにピッと2秒間置いてください。バカ野郎そんなこと言わねえの分かっとるわ、これ。 もういちいち喋ることがもう、で、こちらがレシートになりますとか言って、あ、ほかこいつ黙っとけばほんならもう言わんでもかかる。さっさと行けゃお前と思って。もう、もうそんなやつですわ。以上です。